ちは。この国旗ご存知ですか？どうですか？パラオ。そうですね。パラオっていうところはですね、私10年ちょっと前に行ったんですけどね、その時は独立して間もなくて、日系人の、ね、中村さんという人が大統領でした。すごく日本びいきの国なんですね。でそんなこともあって、まあ、僕海も好きだから海潜りに行ったんですけども、その時ね感動したんで、この大切にこの何かある時に来てるんですけど、ただもう10年以上来てるんですけどね、まだ大丈夫なんですけど、パラオっていう国ぜひね知っておいていただきたいのは、最初ですねスペイン人が占領したんです。スペイン人はキリスト教を持ってきたと言っています。その次スペインがアメリカと戦争をやって負けましてですね、それをドイツに売り飛ばして賠償金払ったんですね。でドイツが買いました。でドイツが買った時に、ドイツ人がここがもし海峡ができると船の行き来を、島の国なんです、ね、島がいっぱいある国なんですね。だから船の行き来がすごく良くなるから、ここに海峡を作ってくれと言ったら、ドイツ人は海峡を作ってくれたって言うんです。それでジャーマンチャネルという名前が未だにも残ってまして、そのことやってました。で次にですね、日本が第一次世界大戦の時に日英同盟のよしみで、太平洋の関係の辺にある、アジアにあるドイツの、占領地をですね、日本が占領したわけですね。でそのまま国連で日本の主張を押し切って、信託統治領という形で日本が統治するということになったんです。でパラオの人が日本びいきなのは、日本は学校を作ってくれたって言うんですよ。スペイン人はキリスト教を持ってきた、ドイツ人は海峡を作ってくれた、しかし日本人は学校を作ってくれた、これすごいことだと言ってですね、我々を勉強しなさい、人間扱いしてくれたのが日本である、だからアメリカとは俺は戦ったんだっつってですね、さらばらばぶるよとかね、軍歌を歌って我々が行くとね歓迎をしてくれるという場所なんですね。まあ、そういう意味では朝鮮にも台湾にも、確かにね日本はね、同じ植民地といえどもイギリスと違って、うちはいろいろ日本は投資をしてきた、で学校を作ったというのはパラオの人にとってはものすごいことだったとおっしゃってましたですね。だから日本もね戦争で悪いことばっかりじゃなかったんだなと。日露戦争はまさにロシアと戦ってね、日本が勝てるはずがないと思ったのは勝ったんで、インド人に勇気を与えたって言われてるんですね。だから戦争をすることによって、日本がですね、いろんなところに勇気を与えると、あるいはメキシコとか中南米は日本人気なんですね。アメリカと戦ったっていうだけで人気なんですよ。俺たちはいつもアメリカと戦う勇気がないから、どうもアメリカの経済的にで支配が受けてると、で、こんちくしょうアメリカと思ってるんですね。こんちくしょうと思ってるだけだけど手は出せない。日本人は負けたけど、それでも戦争したっていうことだけで勇気ある国民だっていう、褒められてるのか、ちょっとけなされてるのか、アホって言われてるのか分かりませんけど、アメリカ人から見たら、なんで日本が戦争やるんだろうと、負けるに決まってる戦争を始めるアホじゃないかっていうふうに大多数のアメリカ人は思ったわけですね。そういう意味じゃ僕は、北朝鮮はね、あんな小さな力のない国が日本に絶対戦争なんか仕掛けてこないっていうのは言えないなと思うわね。当時のアメリカは日本がアメリカに対して戦争なんかするはずないと思ってたんです。そういうアホみたいな戦争を始める人たちってやっぱりいるんですよね。だからやっぱり戦争絶対ないとはやっぱり言えないなというふうに思うんですが、僕は実はですね、今から12年前の9月1日です。2001年の、9月11日、9.11 です。経営コンサルタントで全国回ってたんですね。で回ってましたら10時頃夜帰ってきたんです。女房がですね、あなた大変よって、何が大変なのって、テレビ見てよと、うちはCNN とかなんかも入るようなテレビにして、ケーブルテレビで神戸なんですよ、神戸に住んでたんですよ、入ってるんですね。だからいろんなチャンネル入れるんです。だそうしたら、とにかくこれ実況中継よって、何なのよって言ったら、ツインタワー、貿易センタービル、ツインタワーがですね、大きな飛行機がぶつかっちゃったのよと。でこれがテロなのか偶然なのかがわからないっていうふうに今報道されてるっていうわけ。そうして、っつって見てたらですね、実況中継の時にですね、2機目の飛行機がツインタワーにぶつかったんですね。その時僕らも びっくり仰天したのは、アメリカで一番シンボルのタワーといったらエンパイアステートビルなんですね。エンパイアステートビルを狙った場合には
エンパイアステートビルだけが1個離れてますから、そこにカメラが集中しますと2機目を実況中継はできないわけですよ。ぶつかった後しか調べることができない。それをですね、ツインタワーは片方をぶつけたら嫌でも隣のビルが映っちゃうんです。そこに2号機がぶつかったわけですね。全世界の人たちに実況中継でアメリカに対して憎しみを持っている人たちがあのような事件を起こしたわけです。ある意味ではほんの何十人かの人たち、あるいは金がわけありませんから、金持ちを含めて、まあ、かなり金もあるそれなりの人もいるという形の組織があると、国家と同じぐらいにですね、あれだけのダメージを与えることができたんだなと。しかも僕は頭がいいなと思ったのは、このツインタワーを狙ったの、エンパイアステートビルではなかったということ。そしてですね、3号機は戦争仕掛け人と言われる国防省にぶつかったわけでございます。五角形のことをペンタゴンって言います。ギリシャ語ですね。五角形の形をしているビルだからペンタゴンというわけですが、そこへぶつかった。さて、4つ盗まれてて、あと1つはどこだっていう時にですね、原子力発電所を狙うかもしれない、いやホワイトハウスではないだろうか。何分かの間世界中がですね、びっくり仰天してたんですね。アメリカ人が一番恐れたのは原子力発電所だったわけでございます。空中爆発して墜落いたしましたが、いまだにあれは米軍が撃ち落としたんだという説がいまだに残ってます。それは原子力発電所を狙われそうだと思ったから米軍は撃ち落としたんだという形です。ただ証拠はありませんし、確かにアメリカ軍から発射されたミサイルがぶつかったという証拠もありません。だから4号機はミステリーであり、どうなったのか分かりませんけれども、僕はその時はね、こういう時は皆さんこう考えればいいと思うんですよ。皆さん方、自分自身がテロの首謀者になったと考えてみてください。俺がテロの総責任者だとしたらどこを狙うだろうか。で、僕はそれをじっと考えてみた。ペンタゴンを一度狙ったんですね。ペンタゴンを狙う前にホワイトハウスだったら 3号機はホワイトハウスを狙えばいいんですよ。わざと戦争仕掛け人にしたんですね。大統領を殺しちゃまずいと思ったのかもしれません。アメリカ軍も皇居だけには攻撃してませんね。そういう意味ではですね、やっぱり一番重要な何らかの頭脳センターといいましょうか、トップがいるところってのはなんとなく狙わないもんだとしたらホワイトハウスではなかったのかなと。やっぱり原発じゃないだろうかと僕は思ったのは、過去の戦争犯罪で最も悪いというか、これ以上最悪な戦争犯罪はないと言われているのが広島長崎の原爆投下でしょう。あって一族皆殺し、町中皆殺し、老若男女皆殺しなんてことは国際法ではっきり禁じられてるわけです。それを一発の原発でですね、町中皆殺しにするんだから、戦争犯罪の中で最も憎むべき犯罪と言われてるわけでございます。だとしたら最も憎むべきアメリカに対して、その憎しみの塊のテロリストたちはどこを狙うのか、僕は絶対原発だというふうに思わざるを得ないというふうに思ったわけです。それと PR 効果でツインタワーを狙ったわけですね。まあ、そういうふうに考えまして、これは大変だと。日本は日米同盟を結んでるんですよ。日本の原子力発電所は警察が守ってるんですよ。軍隊が守っていないんです。他の国はほとんど軍隊が守ってるんですよ。テロが怖いから。アメリカはあの後ですね、日本の原発も気をつけろということをですね、直ちに指令が来たけど、日本の原子力発電所は何もしてない。原子力保安院も安全委員会もですね、どういう指示をしたかというか、気をつけろということを言ってるだけで何もしてない。インドでスマトラ沖で大地震が起きまして、その津波がインドに行きました。インドの原子力発電所はですね、電源喪失で大変だったと事態があった。だから津波のことを心配せよということを、あのスマトラ沖地震の時に通達は出してんですよ。役人ってのは出すだけで何もしないんですよ。後のフォローは何もしない。電力会社は聞いただけで何もしないんですよ。僕は神戸に住んでました。1995年の神戸大震災、あの時にこれ直下型地震にあったら原発大変だなと言ってですね、委員会ができました。石橋勝彦先生はその答申の時に、こんないい加減な答申で直下型原発に耐えられるはずがないと、その地震に耐えられないと。だからこれを報告するんなら私は委員を辞すると言ってですね、石橋勝彦先生という地震の権威はですね、やめてるわけですね。その程度の基準だってことです。これが日本の原発なんです。そして神戸大震災の直前に奥尻島がありましたね。僕は 3.11 になるとすぐ奥尻島を見に行きました。奥尻島を見に行った時に、奥尻島の人たちは何度も地震津波にやられてるから、地震が来たらすぐ逃げろっていうことを徹底して訓練をしてるって言うんですよ。ところがあまりにも震源地が近かったために、
5分で来ちゃったんですね。しかも夜なんです。夜の5分で来たから残念ながら逃げ遅れたと。もう5分遅れていたらほとんど逃げていたとおっしゃってるんですね。それがオクシリ島でした。オクシリ島を見てきて、そうだったのかと。そのオクシリ島を原子力発電所の人たちはみんな見てってんですよ。見に行って津波対策をしなきゃいかんと思ってきた後で何もしてないんですよ。何になっちゃうでしょ。インドのスマタ時計はもっとでかい地震だった。これも通告が出てる。しかし何もしなかった。これが罪と言わずして何と言うんだっていうんでですね、福島からですね、これは罪ではないかと言って告訴されてるわけでございます。実は今日菅西さんも小崎から来てますが、僕は浜岡の原子力発電所の第二訴訟団にですね、原告団に入ってくれというふうに弁護士さんから頼まれました。僕は裁判までやるつもりはないと、自分はこういうことをやってるけれどもと言ったんですが、三上さん、二つ効果があるからなってねと弁護士に砕かれたんです。二つというのはね、一つは市長っていうのは今まで、十数箇所で原子力発電所を止めてくれという訴訟を起こしているんだけれども、市長が原告団に入っているのは一件もないと。だからぜひ入ってほしいんだって言うんですよ。そうするとどういう効果があるかというと、裁判官に対して選挙で選ばれた市長が入ってるっていうのは裁判官に対するすごいプレッシャーになる。国の政策を追認してればいいやといういい加減ではまずいよということがですね、あの事件で明らかになった、事故でですね、原発事故で明らかになったんだから、その後出る訴訟ですから、市長が入ったということは状況はガラッと変わったということを知らしめるという点で裁判官に対するプレッシャーが1だ。2つ目は市長が入れば新聞の扱いが1割か2割は大きくなるだろうと。写真も出るかもしれないよっていうわけですね。今まで小さな扱いだったんですよ。確かにその通りでした。僕はその2つのことを聞いて、そうだな、毒を食らわば皿までって言葉があるなと思いましてですね、そんならもう皿まで食っちゃおうと、どうせ俺は毒を食ったんだと。その時毒じゃないんですよ、毒じゃないんだけど、すでに危ない橋を渡ったっていう意味ですね。ほとんど1600人いる市町村長の皆さんは行動しません。僕と同じ意見の人すごく多いですよ。けど三上さんのように脱原発を目指す市町村長の会に入るという行動はもう勘弁してくれと、こういうんですね。その人たちがすごく多いです。だから6月に行われた静岡県知事選挙、県知事選挙は川勝知事を自民党は支持しないということで広瀬一郎という人を大学教授を持ってきました。で、静岡県の県議会は自民党が圧倒的多数なんです。そして国も衆議院ではすでに勝っていて自民党が圧倒的多数なんですね。そこで各静岡県の市町村長から見ますとですね、自分のところの県会議員がほとんど自民党だってことです。でそこからですね、広瀬を支持してくれって言って僕のところに来ました。広瀬支持してくれと、あ、分かりました、立派な人だというふうに聞いておりますと言って、僕は丁重にそのことだけをお伺いいたしますと言ってお返ししたわけでございますが、そういう形で全部市町村に来てる。で、僕はその中で川勝支持を支持だということを一人表明しました。一人だけですよ、僕みたいな意見すごく多いのに自民党に気流れしてるわけです。で、今度はまた面白いんじゃない、焼津の市長だけが自民党を支持したんですよ。よくぞ支持したって、元自民党系の県会議員がなったからしょうがないよなっていう感じかもしれませんね。静岡県の市町村長で川勝を支持したのは1人、広瀬を支持したのは1人、あとの人たちみんな中立です。これが市長っていうあの職業なんですよ。要するに危ない橋を渡りたくないんです。だから僕はもう毒食らっちゃったから皿まで食うんだっていう感じでですね、こんな形を行い、去年の11月の選挙ははっきりですね、メインのテーマは原発である、60キロというのはまさにですね、地元そのものであるという形で論陣を張りました。そしてこのこれが5月にできたわけでございます。このチラシは私が25万円で5万枚注文しました。5円なんですね。5円で5万枚で25万円なんです。これは僕が自費で投入しました。5円で買ってくれって言ってね、今日皆さんのタダなんですけど、多くの人たち今ね5円で売ってるんですよ。なんと3万5000枚有料でも売れたんですよ。だから17万円取り戻したんです。で、このチラシぜひ皆さん、僕は渾身の力を込めたチラシと自分で言っています。僕
ぱり70冊を読みまして、2枚だけにまとめようと言ってですね、何を書くかを襟すぐってですね書いてるから、一文字たりとも無駄がないと思ってください。それくらいに洗練されて練りに練った4ヶ月かかって作ったんです。70冊の本の中でどれを書こうか、そして3人のゲストを登場させています。小出博明先生から田沢博先生、そして吉原剛さん、これは金融、ここで言えば豊橋信用金庫理事長が僕と同じ運動をしていると思ってください。そういう人ですよ。日本の信用金庫のナンバーワンと言われている元祖信用金庫が城南信用金庫です。東京だけで70店舗もあるんですよ。そこがですね、理事長が原発をやめなければならない、こういうふうに言ってるわけですね。でもう一つこれ言ってください。ドイツは原発をやめることを決めましたが、その時に提案したのは倫理委員会なんですよ。倫理委員会が国に提案してやめさせてるんです。倫理委員会というのはどういう大雑把な言い方しますとね、僕は難しいことを簡単に言うのは得意なんですけど、倫理委員会というのは人間としてやってはならないものをやめろという委員会なんです。原子力発電所はドイツでは人間としてやってはならないものという定義になったんですよ。それを政府が受け入れたんです。でこのチラシ見たある友人からメールが入りました。説得力があるチラシだと。けどこれを政治家が読んで、それでも原発やるんですかねと。僕は裏面がどう計算しても原発は高いっていうのが裏面の方なんですが、コストだけに集中しました。それは菊川で4月に講演したタイトルはですね、経営者へ継ぐ、どう計算しても原発は高い、こういうタイトルで菊川市で、ね、静岡県菊川市で演説をしたわけでございますが、最後原発を続けたいと言っている勢力は経営者の半分なんですよ。後の人はほとんどが原発はもうやめろって言ってるんです。でも経営者の半分ぐらいの人たちが原発を続けたいと言っているんです。半分の人は特に、まあ、どんどん変わってますけどね、勉強すればするほど原発はやめなきゃなんないということがわかるんですが、ここにですね、大島健一先生がこの棒グラフの中で ABC までは大島健一先生の書いたものをそのまま載っけたんです。 DEFG というコストは学者から見るといい加減な数字だから出せないって言うんです。大雑把なものを出すんなら政治家が書いてくださいと言われたんで、私はこれを作りました。そして大島健一先生にも直ちにこれをお送りしました。もらった後、大島先生が名古屋で講演をして、三上さんのチラシが今配られている中で僕がスピーチしてますが、三上さんはいくつかある市長さんの中で私の研究室にわざわざ訪ねてくれたたった一人の市長だったそうです。誰も研究室まで行かないんですよ、大島さんの研究室まで。僕は小出先生の研究室にも行きました。東海村にも行きました。東海村の村長、9月で疲れたという理由で引退をいたします。残念なんですが、70歳16年間村長やって疲れたんですね。奥様はよく支えてくれてました。2週間前に奥様が癌で死にました。男は女房が死ぬとね、ほとんど元気なくなって死んじゃうのね。奥さんが先に死んじゃったの。そうしたらもうまるで元気なくなっちゃうって感じですね。私の場合は女房が死んでも頑張るぞと言ってます。こんなこと喋ってるとあっという間に時間経っちゃいます。今日は映画を楽しみたいと思います。私もこの映画は初めて、見ます。ぜひ何年後かわからないけれども、放射能の被害というものは長いこと時間が経ってから出てまいります。そのことを勉強するいい映画だと思っております。そして8月には5歳で作った映画もここで上映されますので、その時はぜひ見ていただきたいのと、こんな本は10冊持ってきておりますので、よろしかったらちょっと高めの価格設定の本ですからね、よかったら11人の脱原発の市長村長がそれぞれの持ち味で書いております。じゃあどうもありがとうございました。